6月11日、JA 愛媛の関係者らが愛媛県庁を訪れ、父の日には父を贈ろう愛媛キャンペーンによる知事への牛乳、乳製品の贈呈式が行われました。岡田部会長は、県内の酪農家が一生懸命生産し、愛媛の小中学校でも日々飲んでいただいている、学校が再開となって一安心していると述べました。これに対して中村知事は、民間の皆様のおかげで生産した乳製品が無駄になることなく販売してもらえたことに感謝していると述べました。